ロー、こんにちは。ニハオ、みーちゃんです。あんちゃんです。じゃあ今日は何するの？今日はシンガポールにある日本のレストランでご飯頼んでみた。イエーイ。ありがとう、みーちゃん、ね、さっき頼んだんでちょっと届くまで時間がかかるかもしれないけど。そうだね、ちょっとシンガポールトークするか。そうだね、うん、シンガポールトーク。シンガポールのなんかどんな食べ物が好きなのか、なんかみんなに。ホッケミ。ホッケミ。ホッケミ。あれはすごいめっちゃ好き、安いし。あ、じゃあ逆にシンガポールでおすすめのご飯は何？みんなが知ってると思うけど、チキンライスが一番食べるべきなの。うんうんうん、確かに。おすすめのお店とかはある？あるけど、実は、うん、私がなんかおすすめしたいところは、ボギスにあるそのチキンライスのお店が、なんか名前がちょっとやらしいかもしれないけど、何？実はなんか英語でチンチンチンハウスっていうの。名前がやらしいかもしれない。まあ、確かに。でもすごく美味しいの。それは中国語では意味はあるの？意味は、中国語ではなんか、チンチン、チンチン有味的チンチン、うん、なんかすごく美味しく食べるみたいな。あ、美味しく食べるっていう意味なんだ。そう。あ、面白い。だからやらしい言葉ではない。英語と中国語では。そうだね、こういうことはよくあります。これが和風ピザです。で、これが親子丼で、トカチの豚丼、うん、あとはサラダと味噌汁。イエーイ。なんでこれ親子丼っていうか知ってる？親子ってなんか parents and child、うん、の意味ではない？うん、合ってるよ。合ってる、うん、OK、 うん、親子丼の名前の由来は、その親子が The parents is the maybe the chicken. 合ってる。合ってる。Yay! Then the kid, the children, the child is the egg. Hi. Do you like any anime? Or have you watched any recently? なんか私はあんまりアニメ好きな人じゃないんだけど、最近あの進撃の巨人見て、yeah. あれやばいね。いや、うん、ちょっと、うん、アニメのオタクとかになる人の気持ちがわかる。The storyline is really good, right? もう本当にすごい。Yeah. あの伏線をいっぱい貼るのね、こう、伏線が最初にたくさんあって、でファイナルシーズンとかを見ると全部つながるみたいな。いやー、わー。ってなるよね。漫画界のジーニアス。そう。じゃあね、とりあえずお腹いっぱいになったんで今日はここで終わろうと思うんですけど、これから日本とかシンガポールの文化だったり日本語をたくさん発信していこうと思うので見てください。ぜひ、はい、グッドボタンとチャンネル登録してください。完璧。